2月18日のケリヒメスイーツ、開けごまとモルさんの鎖、次で最後か。24時間後、結構かかるな。まあ、時期にいつでもゲットできるんで。今日は何かな。特にゲリラボスとかないけども、土日なんでザックザクどうかな。どうせだったらコインの上がる人とかちょっと探したけども、ノラの方借りるぜ。装備変更。ケリヒメスイーツのいいところは、とても今更だけど、ノラっていうのも変なんだけどな、人使っても能力に別に変化がないってところだね。よくあるんだと、例えばフェイトだったらフレンドじゃないと宝具が使えないとか、そういう制限はあるけど。だから変な話、ケリヒメスイーツはフレンドいなくても問題ないんだよな。まあ、フレンドだと確かフレンドチケットが多めに手に入るとかだっけ。それももはやな、フレンドチケットもはやなっていう状態なんで俺は。フレチケ今何枚あんだろう。でフレンドチケットで期間限定でこのドレスが手に入るよとかやってるんだけど、結局それも使い回しばっかりなんで、新規で手に入るってものがないんだよね。なんかさ、期間もののなんか素材とかそういうの出せばいいのに。そしたらね、フレチケフレンドいっぱい使って、要はステージいっぱい回ってフレチケもゲットして、たくさん回すっていう意欲につながると思うんだけどな。最後は宝箱なんで、ヒット数のある先制術師でと。お、久々に乱入が。こっちは範囲的にも形的にも強戦士の方を選んで、ここは先制術師だと置くのが取りこぼすというか、倒してない。オーバークリティカル1回ぐらい出てもよかったのに。大丈夫か、落ちてないか。あ、落ちてる。そこはダメ。そしてバンも落ちていった。ヘラクレスもバンも仲良く落ちていった。ズリズリと。本来は最初のターンで十分倒せたんだけどな。でこれやっちゃうと、この間近にいるんで、攻撃スキルを発動することもなく体当たりになってしまう。このボス BGM こんなに長く聞いたのすごく久々。ここまで流れる前に大体終わってるからな。でザックザクと終わってと、宝箱アタックは1か。よし、5じゃなければいい。ここもあれでしょ、通常食でクリアとかのやつだろ。いいや、プレチケ1枚、あ、2枚か。2枚でもな。まあそれだったら他回ってた方がいいかな。エメラルド、ガウガウラッシュ、森の番人、まあ今はやっぱマギステージかな。ここぐるぐる回ってと。というかマギステージをちゃんとしてほしいな。ちゃんとね、歴代敵キャラが出るとかさ、こんななんか1体しかさ出ないんじゃ全然なんかマギが伝わらないと思うんだよ。なんかまあケリヒメからじゃきついだろうけど、そういうコラボキャラクター、コラボ作品、そういうの知らない人も、これを見て、あ、なんかちょっと面白そう、原作も見てみようっていう、そう思えるような作りに少しでもしないとな。全
全く伝わらないと思うんだこれ。ちなみに依代は武器商人だとどれ発動する？お、普通の攻撃だ。よかったよかった。普通のボスに向けての攻撃。だいたい雑魚敵に向けてのガトリングか、強敵って表示がついたやつに対しての割合ダメージとか、そっちばっかだから、このミサイルが見れるのはなんか逆に珍しいな。こんなに近寄る必要もないのだが。そして武器商人の効果かな、状態異常が敵にかかってるね。まあ結局のところ強戦士頼みと。危ないわ、敵が倒れた瞬間に敵のとこに到達してないミサイルが自陣近くで爆発したぞ。まあダメージはないんだけども、なんかミサイルが手元で暴発したかのような、そんな風になっていた。さて今日はやることもう特にないっすよ。ああ雑談しようにももうな、東海議終わっちゃったからイベントが今ないからな。近くだとあれだ、東海議でやった1分実況100本チャレンジを自分のチャンネルの放送でもやろうかなっていう、まあ、チャンネルといっても YouTube チャンネルではなくニコニコの方のチャンネルだけど。そい、こういうライフ持ちとかやめた方がいいよ、めんどくさいから。ランク1だから楽に倒したけど。でこういうね、覚醒色ステージがなぜちょっと変わったのかが意味が分かりません。今まで通りでいいじゃないかっていう。確か覚醒色の強さをより分かりやすくするためにみたいな、そんな建前があった気がするけど、別に他のステージでそれは分かるしみたいな、そんな感想だったな。さてまあ土日はマギステージをやっておきましょうぐらいだな。あと10日、うんですね。じゃあ今日はこれぐらいにしておきましょう。また明日。